皆さんこんにちは。こんにちはって。チョピコ北の暮らしチャンネルのチョピコです。はい、タカさんでございます。はい、タカさんです。はい。あ、看板が出てきた。うん。曲がるのかな。そうだね、左です。トカチ、輪っかの森、キャンプ場。あ、いつものコニファーさんの看板が出てきました。輪っかはどっちだ。輪っかもまっすぐです。まっすぐ。はい。曲がるんじゃなくて。うん。まっすぐです。いつものこの看板ですね。ここはコニファーさんですね。うん、今日土曜日。テントが一張りかな。そうだね。今日ね。この間こちらが建てた場所だね。うん、そう。ここは北田さん。そうです。この北田さんをさらに越えて。ちょっと行くと輪っかの森さん。駐車場がここに書いてますね。すごい広い。うん、おしゃれ。おしゃれ。うちはね、オートサイトにしました。電源なし。うん、で、向こうから1、2、3番目。ここに、ここか？ここだね。はい。こんな感じでね、向こう側、もう結構広々としています。で、この右側にね、見えるあの建物がセンターハウスですね。うん、はい。あそこに炊事場とトイレもあります。シャワールームもあります。ただね、炊事場は10時まで。で、うんうんうん、トイレは24時間 OK、うん。はい、シャワーも10時まで。うん、はい、夜10時までです。そしてですね、今我々が泊まろうというところ。炊事場っていうかね、トイレ近い方がいいよねってことで、ここね、うん、結構広いんでね、すんごい広いよね、ここね。そうだね。はい、まだね、フリーサイト散歩してないんだけど。うんうん、かなり広い、ね、かなり広い。ということでですね、ということで我々が今いるのはこの3番です、うん、はい、1、2は、電源付きのサイトで、この赤く囲ってるところが、今回我々が選んでいいって言われた電源なしのオートサイトです、うん、8番お客さんいるんだよね。そう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 、今泊まってる人がいる、うん、今、あ、そうだね、うん、連泊の人かな。そうかもしれない、うん。だから8番は今ちょっと赤で囲ってないけど、そこもまあオートサイトの電源なしのところですね、うん、はい。いやいやいや、なかなかいいですよ、うん、これは、うん、なんかね、フリーサイトの方ね、川とかもあってさ。あ、本当だ。なんか良さそうなんだよね。ね、行ってみたいんだよね。ね、うん、ここはですね、とっても広いですね。一つの区画が広いね。ね、これ切り株切り株のね、これ動かせるんだよ。だから、うん、いや、なんかそう、焚き火をするときはこの、うん、今回うちらね、でっかい椅子持ってこなかったからね。そう、テーブルもなしだから。
あ、雪が降ってきました。関節です、本当に。あ、降ってるのか何なのかっていう感じだね、今のとこ。こんな感じで。そしたらこの辺が広く使えるよね。そうだね。今灯油ストーブこれなんですけど、うん、これ置く場所を決めて。この前はね、ドロンコだったからね、自由なレイアウトができなかったんですけど、今日はね、試行錯誤してやってみます。あ、はい、火あるよ。タカさん、さっきまで雪なかったもんね。そう、いつの間にかさ、うん、テントの中で作業してたら、なんかね、積もってたね。こちらに、はい、おお、チョピコ北の暮らしチャンネル。いや、雪が溶けてね、ズボンが濡れてきた。タカさんのズボンが濡れてる。まずこう、こう、テント内が5度。よいしょ。一番骨なしです、はい、ゴミを減らすためにね。そうね、やばい。お、そうか、めっちゃ跳ねるってやつから、うん、そうそう、すっごい水分含んでるから、うん、ボロボロもう真っ黒で、本当だ使い込んで使い込んで。あ、すごい、焚き火越しに見ると揺らいでるね、こう景色が、うん、はい、あ、ちょっと、サンジュが起きました。はい、食べます。結構焼けてるね。うん、いただきます。お、おいしいね。うん、いいじゃん、いいじゃん、これ。うん、おー、大きい。ひっくり返して大惨事を起こしました、うん、赤い。おいしい、うん、うまい。すごい湯気出てる。うん、やっぱり焼いたからさ、うん、カリッカリなんだよね。うん、これおいしい。スパイシーで、うん、カリッとしてて、うん、ビューです。うん、おいしい。ビューです。これビューだよ。これは切り株の上です。タガさんは今足、つま先が冷たくてずっと焚き火の番をしててくれたんだよね。焚き火の番っていうか、好きで焚き火の番に行ったんだけど、ストーブの上で夜間のお湯がめっちゃ沸いてます。音がしてます。そしてこれからやるのは鍋です。食べよう食べよう。そう、今ね、おじや用のご飯はもう先に炊きました。、ね、おじやの準備からですね。そう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 、鍋の準備まだ。鍋はね、こっちでやると思います。これ釧路さんの太刀です、うん、めっちゃいい太刀なんじゃない。うん、おお、いいね、この湯気すごい。牡蠣も、うん、あれ、すだち、すだちじゃない、マダチ。マダチもタチね、うん、うん、煮えてるね、うん、がっつり煮えてるね。うわ、がっつりだね。煮えすぎた、がっつり。これこれいいんじゃない。あ、いいですね。あ、いいんじゃないでしょうか、うん、うわ、よし、食べよう。はい、食べましょう。タラと、うんと、鶏団子。おぉ、いいね。うん、あー、うめ。うん、ちぎれたタチをうーつまんで食う。
これタチめっちゃうまい。子供の頃タチの味噌汁大嫌いだったんでね、うん、脳味噌食ってるみたいで、うんうん、でも脳味噌食ったことないんだ見た目がね、うん、うまい。よし、じゃあいただきます。はい、でっかいタチ、このまま口の中入れたらやけどするな。やけどしますよ、うん、気をつけて。おお、熱っ熱っ熱っ、あ、濃い、あ、濃いわ、熱い、はい、ビール、うん、ビールで流し込む。クリーミー、うまいべ、うん、トップバリューでカップ酒を、はい、あ、買ってみました。これ100円しないんだよね。そう、めっちゃ安かった、うん、めちゃめちゃ安いんだけど、うん、どんな味なのか分かんないので、うん、あの試してみることにしました。はい、飲んでみます。はい、なんぼのもんじゃい。ああ、普通にお酒、うん、日本酒、日本酒、おー、うん、美味しいよ。あ、うん、一口熱燗で、おくれ、うん、一口ちょうだい。熱燗にいいかも。ああ、本当は飲みやすいかもしれない。そう、普通にお酒だね。うん、そうだね、うん。全然いいじゃん。うん。まあ冷やして飲んだらどうなるか分かんないけど。そうだね、また違う。熱燗なら全然。うんうんうん。うん、はい、オープン、2ラウンド目。おお、おお、鶏団子に柚子入ってるかも。ああ、そうなんだ、うんうん、だからか、うん、あ、さっきより味ちょうど良くなったよ、うんうんうん、さっきちょ結構濃くなったけどね、うん、骨あるから大丈夫かな。骨ね、食べちゃうんだよね。いただきます。あ、結構身締まってるね。うん。うん、食感いいわ。食感いい。朝の7時で、ご飯を7時半までに作らなければいけないので、早くその時間までに終わるようにこれから頑張って作ります。ふふ、今日はちょっと特別なご飯の予定です。これは、はい、これはエリンギとさや、絹さやです。絹さやをただ醤油で炒めただけあ、米いきます。おう、はい、豪華ですな、はい、朝ごはんは弁当風なんですけど、うん、はい、どんな弁当をイメージして作られましたか？いや、もう私はイメージしたつもりはないんですよ。あ、そうなの？じゃあちょっと見てみようかちょっと待って、はい、わーって言ってほしかったのにコープ札幌すごいいい弁当じゃん。お弁当、そう、朝からね、うん、そう、あの弁当箱に朝お寝坊しちゃったんだよ、うん、6時半、5時半に起きるとか言って6時半になっちゃったから今8時になっちゃった、うんうん、まずご飯の上に乗ってるのは鮭です。はい、はい、その横は、その横は卵焼き。卵焼き、今日ね、だし持ってくるの忘れちゃって、うん、ただの、うん、普通の卵焼き、卵焼き、うん、でこれはね、絹さやとエリンギの、うん、あの醤油炒め、うん、でこれはなんていうんだ、揚げ、なんだろうね、練り物、練り物、そう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 、うん、それを温めました、はい、焼きました、はい、あと味噌汁、ね、あと味噌汁、これはね、インスタント味噌汁です、うん、じゃあ食べましょうか。はい、食べましょう。今日の鮭は、あ、来る途中にスーパーで買ったやつだね。うん、あ、塩気があって美味しい。あとご飯も炊きたてです、うん、ご飯成功したっぽいんだよね。うん、あ、ほほ、うん、すごい、うん、やっぱり部屋の中、あた、
部屋っていうかテントの中、うん、温めてから作ったから、うん、ご飯はちゃんとね火が通りました。うん、うん、卵焼き、うん、もう一口でいった、うん、砂糖と醤油とね、うん、少しスパイス入れちゃったんだけど、うんうん、でもね優しい味で、うん、甘い甘い卵焼き、うん、これはただ焼いただけ、うん、昨日おつまみにしようとしたんだけどね、うん、そんな感じじゃなくなっちゃったよね、うん、腹いっぱいで、うんうんうん、ふわふわでしょそれね、ふわふわ、あ、美味しい、うん、前に食べたことあるんだよね、うん、バランスはいいと思います、うん、じゃあ俺も、うん、うまいぞ、キヌサヤ大好き、うん、タカさんキヌサヤ好きだから買ったの、うん、うん、卵もうまい、うん、で、気になってたご飯、うん、うん、ご飯やっぱちょうどいいね、ね、うん、上手に食べてるわ、うん、ああ、鮭も柔らかいね、うまい、うん、こんなに成功したことあんまないね、うん、全部が全部成功って、うん、ふわふわだ、ふわふわ、ごちそうさまでしたおいしゅういただきました。風向き変わってきたね、うん、はい、コーヒーが入りましたよ。はい、はい、ありがとう。またビールお気に入りだからね。お気に入りです、うん、これだってこうやってやっても全部綺麗。これがさ、すごい光沢があるの、ここの。そうだよね、光ってるよね。そう、不思議、うん、はい、そして鶴井木炭さんのコップあれ、外の景色とこれをお見せした方が良かったのかもしれないけど、ちょっとね、寒いの、そう、あと風がね、うん、すごいビューって急に吹いてくれてね、大変なんだよね。そう、でも外にいるとそんなに風強く感じないんだよね。あ、そっか、やっぱテントが。これ 1,2,3,4 五角形、そう昨日はね、全然雪降ってなかったところからの積雪ですから、うん、くっきり残った。そう、くっきり残りました。今もうチェックアウトしてね、これから、また散策するんですけど、うん、感想としてはめちゃくちゃいいキャンプ場でした。そうですね、うん、素晴らしいですね。素晴らしいです、うん、あの冬だったらやっぱりお湯が使えるっていうのはすごいポイントが高いというか、うん、そうそうそう、シャワーも浴びれたしね、うん、ね、シャワーも浴びれたし、あの、ドライ、そう、ドライヤーもついてたし、うん、いや、よかったですね。よかったね、はい、今、まあ、急いでとりあえず駐車場に止めに行きますかで、まあ、うん、許可いただいたので、はい、これからキャンプ場の様子をね、はい、撮影して、そうです、これから帰ろうかなと思っております。はい、はい、撮影も OK いただいたので、はい振りサイト？でね、うん、あ、人は歩いてないね。わあ、すごい、未開の地。川が流れてるはずなの。うん。ちょっと川が流れてる。ああ。それ見てみたい。あ、これドッグランサイト。あ、ドッグランサイト。すごい。これも手作りだね。うん、かわいいね。うん、ドッグラン中型犬用。柵が大きめです。
型犬用。かわいい。柵は小さめです。かわいい。低め。おお、吹き荒れている。ああ、風が。風がすごい。ね。こちら側が、ビギナーズサイトって言うけど、でも、そんな別にね、うん、何かあるっていうわけでもないんだけど、うん、トイレとか水場とか一番近いと思う。そうそうそう、めちゃくちゃ使いやすい。イベント広場、ちょっと気になるね、これ。ちょっとね、もう雪で埋もれてね、わかりません、ね。来年、イベント広場で何かあるかな。グランピングサイト。これ何ついてんだろう。2つあるね。2つ。おお、グランピング専用だ。やっぱりグランピングの人専用なんだ。うん。でも意外とね、管理棟に近いんだよ。あ、確かに。これは管理棟の下のところに、はい、捨て場、うん、はい、炭、はい、はこちらへ捨ててくださいということで、ここにこうなってます。この管理棟ではワインが少し売ってます。藍沢ワイナリーさんっていうところのプロデュースっていうことでね、なんかワインが売ってました。すごい急に幻想的な感じになるよね、雪が降ると。